はようございます、じゅんです。今日はゼクシオ×メンズクラブ2019コンペに、参加するために東京の名門桜ヶ丘カントリークラブにやってきました。イエーイ。男性の方は特にメンズクラブを読んだことがある方が多いのではないでしょうか。こちらのコンペは景品もすごく豪華みたいなので、コンペの様子や雰囲気をお伝えしていきたいと思います。それでは行ってきたいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。女心とスライスラインが全く読めません、黒田カントリークラブです。よろしくお願いします。本日なんですけれども、18ホールのストロークプレイ、ペリア方式におきまして個人戦、あとペア戦、スタッフの方でペア戦の算出はいたしますので、皆さんは個人戦の方きっちりご記入ください。おはようございます。おはようございます。 YouTube チャンネルリンゴルフから撮影で入らせていただきます、青木純です。一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう一枚、はい、お願いします。よろしくお願いします。いきます。おー、ナイス。ありがとう。ナイスショットです。ありがとうございます。私180も残っちゃってるんで、バンカーに入れないように。びしょびしょで、まだ朝で全然抜けませんでした今。10.5 あるんですよ。手前に落としたつもりだけど、今のラフに落とさなきゃダメ。ここはショートホール、ホールインワンショット。128万円相当の時計がプレゼントされるゼニスディファイエルプリメロ21です。狙っていきたいと思います。128万、取るぞ。薄めです。全然届きません。見てください、この景色。これやっぱすごい、街を上から見下ろしてる感じがなんか綺麗ですね。本当にね、都心から30-40分、まあ、遅くても45分ぐらいで多分着くぐらい近いゴルフ場なので、もう街が近いですね。メンズクラブ編集長の西川さんです。西川と申します。さっきすごいため息ついてますけど、どうしたんですか。非常に素晴らしいコースですけど非常に難しいです、うん、まあ、特にグリーンは速いですね。そうですね、難しいですね。でも楽しい。楽しいですね。やっぱこの天気ともうこのね、気持ちいいメンバーと、はい、最高だと思います。今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よいしょー。今日一緒に回っている千秋さん、すごい上手なので動画を撮ってもいいよと許可いただいたので、今ホール目につけた。何のパスめちゃくちゃうまいです。よいしょー。これはフェアウェイだ。マジでうまいですね。本当にうまいですね。お、あーちょい右か。ドラコン？ドラコンだよ、ドラコン。170あるんですけど。あ、俺もバンカーだ。わお。あ、本当だ。7番ウッドで打ちます。ナイスショ。いいんじゃないの？はい。あっち大丈夫かしら？
うまいけど。ああ左行っとんの。大丈夫大丈夫。今日の編集長のゴルフコーデのポイントを。これは多分アディダスのなんか新しいラインでこう街ゴルフみたいなおしゃれですよねやつで、上は逆に言うとストアイランドって言って普通のファッションのもの。あ、そうなの。ゴルフウェアじゃないんだ。これはねゴルフウェアじゃないです。ただここのやつは結構機能的に優秀なので、ピタッとしてるって。個人的にはあんまりゴルフしたくないのがあるんで、普段着のものとなんかそのゴルフウェアをでもミックスしたいかなっていう。特に秋冬なんかはニットはね別にそんな機能だって変わんないから、結構普通にトップスはなんかファッションのブランドの方が個人的には好きかなみたいな。さすがイケてる男子。イケてる。ゴルフはイケてない。これからです、これからです。頑張りましょう。優しい。ナイスアプローチ。ちょっと待って。あ、でもいい。あ、すごいすごいすごい。いや、正解正解。意外と大丈夫です。うまい。ナイスパイ。きた。うわー、ずれた。惜しい。オッケー。バギー。西川編集長は、いつから編集長ですか？今年の1月からです。あ、1月から、うん、新しく何かこういうことしたいなとかあるんですか？新しくしたいというか、うちの雑誌が今65年なんですよ、うん、そうです。で、まあ、メンズクラブっていう雑誌は昔からトラディショナルのファッションをやってきた雑誌なので、はい、改めてやっぱりその本当にリアルに働くサラリーマンの、トラディショナルなスタイルを提案しようっていうところで今徹底してます。で今日本当はねこれ呼びたかったんだけど、はい、うちのモデルやってる桜井っていうのがいるんですけど、はい、で彼はもう本当にミスター爽やかな男で好印象な男で、やっぱそいつをやっぱこう顔にして、はい、誰もが見てもこういう爽やかな人が、うんうん、こうなんか憧れる雑誌というか、うんうんうん、そういったところをね徹底してます。だからゴルフも一緒ですよね。そんな格好つけてもしょうがないから、うん、楽しく、うん、こうトラディショナルにスポーツをやるみたいな、うん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 、そういうのを目指してますね。なるほどですね、うん、皆さんもメンズクラブぜひチェックしてみてください。見てください。お、いいんじゃない、いいんじゃない。おいおいおい、来たよこれ。ほらプレッシャーに強いタイプだもん。ほい入る。うわー、来たー。ネバニー、やったー、やっと入った。来い、来た。あー、ナイスバーディー。はい、ラウンド終わりました。私のスコアは前半45、後半が43で、なんとか80台でね回ることができました。よかったです。だから、ね、グリーンが本当に難しくって、あとねラインもすごい読みづらくて、結構いろんな人苦労したんじゃないかなと思います。ただ一緒に回ってた人たちがね本当に上手だったので、なんかいろいろ勉強になったし、いいゴルフ場でラウンドできてすごい楽しかったです。このあと表彰式あるので、どんな、ね、商品があるのかちょっと楽しみです。お疲れ様でした。はい、12月に発売されるゼクシオの新しいクラブ、一足先に試打できるということで試打会にやってきました。素晴らしい。かっこよくないですか。今までとはちょっと違った2パターン、2ライン。そうそうそう、前回のやつは、うん、その黒にカラーリングはあったんだけど、うん、形状を変えるのは初らしいですよ。あ、違うんですかね。そう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 。頭の大きさが。で、こういう風にカーボン使ってたりとか、だから打感も違うだろうし、うん、やっぱよりこうちょっとマッスルな感じがしますよね。そうですね、うん、早速ね、っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。おい、うん、でしょ。
ここから男性用なんですけど、男性用一番軽い、一番ちょっとシャフトは長くなりますけど、はい、苦手意識だな、すごい柔らかい感じ、ありがとうございます。うわ、でも飛んでる。うん、こっちの方が。いいね、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 いいね。こっちの方が。ど真ん中が網にある。それがうまい。おお、上がる。すごい、上がりやすいですか？上がりやすい。やっぱり。優しく作ってるので、後ろ大きく流してるんで、こう上がりやすく作って、すごい上がりますもんね。今日結構スライス多かったんですけど、これは結構返ってきて、そんな曲がんない。いいね、うん、でヘッド自体も、シャフトもこう返ってくるんですけど、うん、ヘッド自体もこう捕まりがいいヘッド、返りやすいヘッドにして、ね、やっぱり捕まって高弾道じゃないと飛ばないんで、テーマはそうなんですよ、ね、やっぱり、ね、捕まらないから捕まえに行こうとしてやったりとか、シャフトを変えたりとかするんですけど、確かにそこをきっちり戻るようにしたい、うん、やっぱ今回メンズからするとこれだもんね。そう、このもうそれが目玉ですね。あ、そうなんですね。これこのデザイン、これ今までないでしょ。確かにね。初めてツーバリラップにしました。あ、ね、今まではいわゆる、ここまでの歴史がね、うん、もう X だけって、これ本当、うん、これでここに入ってんの。そう、わざと見えないでしょ。これとこれはどう違うんですか？こっちは正当な歴史で、天から来てるやつで、まあ、軽量、はい、あ、軽量で、それよりちょっと触れる人用にヘッドをちょっと小ぶりにして、シャフトをおための、ちっちゃくなってるんですね、はい。体積は一緒なんですけど、見た目が、へぇ、あー、でも構えてみると違うかも。ちょっと打ってみていいですか、うん、それ音もちゃいます。あ、いやでも、うん、私はこっちの顔の方が意外に合ってると思う。好きかもしれない、うん、やっぱパワーヒッターだもん。おい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 、よくね、こっちの方がなんかフィット感あるよね。フィット感ある気がする。でもあるんだよね。いやいや全然いいよ、ね、全然いい、超安定した。こっちの方がかっこいい、うん、かっこいい、かっこいい、ほんとかっこいい。しかもなんかシャフトもマットな、そうテカテカしてなくて、そう、わかるかな、あんまわかんないかな、マットな素材、新しいゼクシオです。パーティー前なんですけど、パーティーの景品を紹介していきたいと思います。ウェアだったり、カスタリフト、化粧品、メンズ用もありますね。ヘッドカバー、モンジー、ビームスゴルフさんが、キャリーバッグとか、バッグ、星野リゾートの宿泊券とか、あとナノユニバース、マーク&ロナ、あとビームスゴルフさん、買い物券かな、こんな感じでたくさんご用意されております。あと3箇所でアスタリフト入ってます。じゃあ私のなんで開けちゃいます。お、アスタリフトジェリーアクアリスタ、女性には全員プレゼントですね。これが男性はメンズ用アスタリフトメンジェリーアクアリスタですね。あとはビームスゴルフさんから多分シューズケース、じゃーん、かわいい、嬉しい、トートバッグ型のシューズケースかな、が皆さんに配られてます。とライジンドリンクが1本ずつ入ってました、はい。皆様お疲れ様でした。今日はですね、第5回目になります、ゼクシオメンズクラブ出場いただきましてありがとうございます。ご視聴ください。乾杯。乾杯。ゼクシオメンズクラブの皆様、お疲れ様でした。今回初めてお友達に誘っていただいて参加させていただきました。ヨコちゃん、ありがとうございます。ヨコちゃん、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。実は私も今日初参加でございます。誘ってくださった山崎さん、ありがとうございます。
こういった会が、本当に毎年開催されてゴルフが、盛り上がっていることもアピールしていきたいですし、本当にゴルフの楽しさ、そしてこうみんなで集まることの楽しさみたいなものをメンズクラブではこういろいろと提案できればと思ってますので、来年も、できればと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、チェックしをかけるメンズクラブのゴルフコンペ、無事終わりました。名門で、ゴルフすることを純粋に楽しませていただきました。参加賞もすごいこれで豪華ですし、景品もすごいたくさんあって、すごい豪華なゴルフコンペでした。はい、皆さんご視聴いただきありがとうございました。